GNU PG を使うところを実演したいと思います。で、まずですね、今はここホームにいます。それで、ls の .gnupg やると、まあ、これ空っぽで、まだ何も鍵も何もない状態ですね。それで、鍵の生成はですね、gpg の gen key、このコマンドでできます。で、これ、リアルネームっていうんで、今実例として、例えば、太郎神戸っていう名前。で、イメールも、太郎ハイフン神戸というふうにしましょうか。はい。で、これで、OK なら、を押して、エンターです。そうすると、まあ、パスフレーズを、入れろというので、まあ、とりあえず、これ、まあ、テストというやつを入れましょう。実際は、もっと、ちゃんとしたパスフレーズを入れる必要があります。で、まあ、ちょっと、この手抜きじゃダメだって言ってますが、まあ、とにかくこれを、やります。で、こう、なんか、マウス動かしたり、いろいろやれとか、まあ、言ってますから、まあ、このウェブでも開いてですね。で、まあ、なんか適当な、どうしましょう。ここに、マスリブレで RSA の原理とかいうのありますから、まあ、これでも見て。音声は出ないと。そしたら前の時間には、いわゆるなんちゃって暗号化というのをやって、それはまあ単に、まあ、なんかちょっと文句言われてます。停止しましょうか。で、ちょっと元に戻りましょう。ちょっとマシーンが非力みたいですね。それでまだ生成終わってないですね。まあ、なんかいろんなことをやれば早く終わるようなことは言ってますが、まだ終わりません。で、まあ、じゃあちょっとノートでも見てみましょう。まあ、これは RSA 暗号の原理ですね。で、要するにここで言ってる、公開鍵と、秘密鍵というのを今、この GNU PG がこう言っているわけです。で、この説明は、今のこの GPG の実習例と書いてありますが、まあ、ほぼこれに従って、やっております。マウス動かしていろいろ見てはいますが、なかなか終わってくれないですね。まだ計算中みたいな。まあ、ここ読むと、なんかたくさんのランダムな、バイトですね。1バイトっていうのは、要するに16進2桁、2進数8桁のことですが、まあ、なんかそんなものが欲しいと。あ、で、やっとこれで完了しました。で、ここにこう出てるやつが、作成された、要するに秘密鍵と、公開鍵の、キー ID と呼ばれているものであるわけです。で、これでですね、GPG のリスト、キーズとやると、まあ、今持ってる、公開鍵の一覧がこう出されるわけですね。で、ドットグニュ、グニュー PG のパブリング KBX というところに書かれてますよというわけです。で、これは名前はこうで、E メールはこうで登録しましたというわけですね。それから、GPG のリスト、シークレットキーズってやると、今自分が持ってるその秘密鍵の一覧がこう出てきます。だから、こう、ドットグニュー PG の LS やると、まあ、今作られたものが、まあ、ありますよということがわかる。で、一応、まあ、なんか、暗号化してみましょう。で、それで、例えば、TEF ファイルがあったりするので、テスト .tef とかいうのがありますね。テスト .tef、キャット、この猫、CAT はファイルの中身を、テキストファイルの中身をこう表示するというやつですね。
で、まあ、すごく短いファイルで、Draw the graph of the following やつが、で、これをですね、GPG で暗号化してみましょう。で、受け取り人が自分自身ですから、太郎神戸ですね。で、まず、神戸 UACJP という。これ、架空の email アドレスでも別にもう問題ないですね。で、暗号化したいファイル名を test.tef とこうやります。そうすると、まあ、暗号化されるわけですね。公開化に使って、暗号化されます。で、これで ls.test.tef 欲しってこうやると、test.tef で始まるファイルですね。星は2の文字列に対応するので、そのファイルを表示します。そうすると、この test.tef、asc というファイルができました。これが暗号化されたファイルで、こう asc ってやってやると、まあ、こんな感じで、暗号化されているわけですね。で、これをですね、元に戻したい場合には、どうするかというとですね、まあ、GPG の、暗号化したファイルがテスト、テフ、アスクですから、こうですね。で、こんな風にしてやると、パスフレーズ聞いてきます。で、さっき、入れた、テストというやつを入れますね。で、ちなみに、これ、秘密鍵持ってないと、もう最初から拒否されてしまいます。で、こんな風にやると、何聞かれてるかと、test.def というのはすでにあるので、上書きしていいですかって聞いてきますね。で、とりあえず、まあ、上書きを拒否して、ノーにしましょう。n がデフォルトなんで、エンターキー押せば、ノーですね。で、じゃあ、これ、test2.def という名前で、で、cat の test2.def って中身見てやると、こんな風にさっきの test.def というファイルがこうできています。それでですね、他の人に、自分の公開鍵を、渡す必要があるわけですね。で、その時にはどうするかというと、公開鍵を、人の、他の人にこう、あげる必要があります。で、これもちろん、オレオレ証明書みたいなもんですから、まあ、あげるときには十分信用してもらわないといけないですね。それで、まあ、GPG の、リストキーズで、こう、まずキー ID を把握しましょう。で、これが自分のキー ID なんで、これを、コピーします。はい。それで、GPG の armor export output、まあ、例えば、太郎、public key pub と。こんな風に、やりますね。で、最後にこの長い ID を入れなきゃいけないんで、貼り付けます。で、これで enter と押すと、こう、太郎、こう見てやると、パブリックキーがコピーされました。で、これで、太郎パブリックキー、中身見てやると、まあ、こんな感じで、自分のそのパブリックキーですね。まあ、パブリックキーはさっきの原理でやったように、大文字の N って確か書いてたと思いますが、まあ、それが、2つのでかいソースをかけてですね。それが、こんな風に、まあ、人にあげれるような形の、テキストファイルになっているわけです。で、これを、他の人がこう登録するにはですね、GPG の、インポートの太郎、パブリックキーとこうやればいいわけです。で、今もうすでに持ってますから、これ多分エンターを押しても、まあ、別に不要ですよという、もうすでにありますよというふうな。に書いてあるわけです。で、これ実際もらったら、これオレオレ証明ですので、GPG のエディットキーで、この太郎なんとかっていう、これですね。これで、信用しますよという、これで、なんかコマンド入れろと言われたら、トラストって入れて、で、最後クイットって入れれば、大丈夫に。
で、以上で、他、自分自身のファイルを暗号化もできるし、それから、他の人に、ファイルを渡すときに、公開鍵をどんなふうに渡すかという説明になったわけです。で、これは、実験的なものなんで、削除してしまいましょう。delete secret keys で、さっきの、キー ID を入れますね。そうすると、これ本当に消すのって、秘密鍵大事ですからね。なくしたらもうどうしようもないので。で、さっき、プリントの方には書いてありますが、秘密鍵も、他の機械に持ち運べるように、秘密鍵も、こういう、ASCII 形式、テキスト形式にするコマンドがあります。で、これで secret yes ですね。で、delete key。で、消します。で、秘密鍵消すともう元に戻せなくなったりするんで、1個しかなかったりすると、で、非常に慎重な、メッセージですね。それから、相手のパブリックキーが変わったとかですね、パブリックキーは、たくさん持つわけですが、そのパブリックキーを消すのは、コピーで貼り付けですか。これはあっさりすぐ消せる。で、こんな風に消せました。というわけで、今もう1個だけでやりましたが、例えば他の人、10人くらいの人からパブリックキーをちゃんともらったら、そのパブリックキーを、自分のシステムにこうトラストといって登録すれば、その人たちから来た自分宛てのその、メッセージ、他の人に、その10人の人に、暗号化してメッセージを送ることができるようになるわけです。